はいどうもバモログフィールドチャンネルバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は、キャンプ場からね、バモくんのゆるカフェフォーマット、おいこれコーヒーです、飲みながらね、お話ししたいと思います。で、あの今まで、キャンプ場でしっかり設営した状態をですね、お伝えしていなかったんでですね、家族4人、子供2人、大人2人の合計4人、これでどのようなね、装備を広げているか、フル装備で今広げているので、ちょっとお伝えしたいと思います。うちはね、あんまりグッズにはこだわっていないんで、本当に必要なもの、生活できるようなもので揃えてありますのでですね、一つずつ、ご紹介します。はい、それでね、このコールマンのテーブル、これ広くておしゃれでね、いいので、これをいつもメインのテーブルで使ってます。で、椅子はいろんなのがあるんだけど、このスノーピークのねやつが私のように重い椅子、体でも大丈夫ということで、これ私用で、これが妻とか子供とか用にあります。こっちの椅子はね、コールマンの最近のやつで高さが変わるんで便利ですね。ちっちゃい子でも大人でも使えると。で、こういうね、ちょっとした長椅子があると子供が横になれたりね、2人座れたりすると。で、その長椅子もこうやって荷物置きにもなるんで、地べたに置くと雨が降るとね、濡れちゃったりするんでね、こういう風に荷物置きにも使ってます。で、クーラーボックスはなんとね、今日は3つ持ってます。で、このコールマンのこの年季の入ったクーラーボックス、これがちょっとジュース入れたり食べ物ちょっと入れたりする。で、これがもうキンキンに冷えるんで、これね、YouTube でもご紹介してるんですけど、確か講義動画であったな、ちょっとリンク貼っときますね、概要欄に。これね、キンキンに冷えるんで、これね、12ボルトでね、3時間ぐらい走ればもうキンキンに冷えます。あとこの炊飯器ね、消費電力の低い炊飯器で、電源はあそこから取ってると。でね、今日はちゃんとキッチンをね、外で用意してます。うちは炭で料理はしません。まあ子供がいるとさ、炭を起こしてる間にお腹空いちゃうんですよね。だからまずは料理できるようにちゃんとこういうキッチンを用意してます。家と同じようにね、料理できます。これはユニフレームのガスパワーブーストついてるからね、冬でもこの OD 缶が使えますよ。で、このコールマンのシステムキッチンの台、これもね、すごく便利。下もこうやって2段でいろいろ置けるんで、とっても便利です。あと、ユニフレームの焚き火台でしょ。で、これは釣り用のクーラーボックス。これはすごい効くね。やっぱ釣り用のは高いだけあって。で、あとね、これもうね、廃盤になっちゃってる、ポンタっていうね、スノーピークのタープ。これがね、めちゃいいんですよ。いいんだけど、もう売ってない。残念ながら売ってない。はい、で、これをオーニングハンガーっていうこのフィアマの純正のやつにつけて、こう引っ張ってます。で、オーニングもこうやって引っ張って、これだったらね、多少風が吹いても壊れない。で、風が吹いた時にクッションになるようにね、ここはね、バネになってる。これも便利。これは3箇所止めて、オーニングハンガーはここに止めてます。あそこ外れちゃってるけど、まあそんな感じですね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。うちのフル装備ね、今ささっとご紹介したけど、これが全部です。これで家族4人でもう連泊もしちゃう。で、冷蔵庫はもう一個ね、キャンピングカーの中に冷蔵庫あるんだけど、夏はいまいち冷えないっていうのもあって、クーラーボックスも駆使しながら食用を保たせてます。今回ね、3泊4日の食料は一度も途中で買わずにね、全部家の方で用意してきました。トレーラーだと寄るのもめんどくさいし、ここの場所はね、あんまりスーパーないんで、行くのもめんどくさいんで、もう出かけるのは温泉のみという感じです。はい、それでね、皆さんにお礼を言わなきゃいけないことがありますね。やっと、1000人の方にですね、チャンネル登録をしていただきましてですね、ある一つの節目を、迎えることができました。本当にありがとうございます。あんまりこうチャンネル登録何人ですわーいとか言ってね、喜ぶような気持ちは正直本当になくて、1対1で1000人の方とつながったっていうことなんですけれども、なのでぶっちゃけね、皆様にはそれほど関係なく今まで通りにやっていきますけれども、私としてはね、一つの目標にはしていたので、ここを皮切りにですね、また一層
頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。まあキャンピングトレーラー講義動画をね中心に、今は、キャンピングトレーラーのデメリットを丁寧にお伝えして、それの解決策を、ご説明するっていうようなねやってますんで、ぜひねこういったのも聞きたいよとかもありましたら、どんどんコメントいただいて、引き続き、ご覧いただければと思います。それでは、楽しいですねキャンプを、楽しい旅をしてください。ではまた、バイバイ。